路上業務安全確認の日に伴う安全集会が2月15日、本州四国連絡高速道路株式会社坂出管理センターで行われました。これは平成23年2月15日に JB ハイウェイサービス株式会社の社員が路上作業中に交通事故に巻き込まれ死亡した事故をきっかけとして、本州四国連絡高速道路株式会社グループ全体の安全意識の向上を目的に毎年2月15日に行われているものです。安全集会には本州四国連絡高速道路株式会社をはじめグループ会社の社員およそ20人が参加し、はじめに平成23年2月15日に起きた事故に対して黙祷を捧げました。本州四国連絡高速道路株式会社では2月を路上業務安全強化月間、2月15日を路上業務安全確認の日に定めています。この後、坂出管理センターの後藤敦所長がこれを機会に業務における安全の確保に対する意識をより一層高めてくださいと挨拶しました。簡単に自己紹介をさせていただきますけれども、で特にですね、1割以上増加している挨拶が終わると、中国四国管区警察局四国警察支局高松高速道路管理室高速道路管理官付課長補佐の大森和則さんを講師に交通安全に係る講話が行われました。講話では令和3年と令和4年に四国内の高速道路で発生した交通事故件数などが伝えられました。減少しているということなんですけれども、講師を務めた大森さんは、今年はコロナの行動制限が弱まることが予想されますので、交通事故件数も増加することが推測されます。道路業務を行う際には十分に気をつけてくださいと注意を促していました。この後、参加者は路上業務における旗振り訓練と交通管理隊による交通規制も模擬訓練を行いました。当初に振りましてはですね、やはりお客様が戻ってきていただいて交通量が増えてくるということは非常に喜ばしいというふうに考えておりますけれども、やはり事故の危険性がそれに伴ってまた上がってくるということで、一度交通量が減ってですね、少し危険に対する認識が緩んだとは思っていないんですが、またそこをですね、改めて気を引き締めてやっていただくようなことの取り組みをしていきたいと思っております。なお、香川県の高速道路での事故総数は令和3年で427件、令和4年で472件、増減数は45件増となっています。